ピンク映画ベスト102019受賞式でございますが、桐沢さん、はい、前回に引き続きネオ書房で今回もお送りさせていただきますが、はいはい、ネオ書房でもですね、はい、投票箱を設置しておりますので、はい、阿佐ヶ谷お立ち寄りの方はぜひおいでください、うん、次回のピンクベスト10のですね、はいはい、こちら投票箱を置いておりますのでよろしくお願いいたします、はい、で本日はですね、メスと陰獣お尻でクラクラよりですね、技術賞としてですね、大場ひとみさんが、はい、受賞されておりまして、そちらの方の、受賞式の様子をお送りさせていただきますが、木戸さん、こちらの作品、どんな感じになっておりますでしょうか。こちらはですね、はい、後藤大輔監督の5年ぶりの、はい、そして、はい、フィルムからデジタルになって初めてのピンク映画なんですけども、はい、その時に、うん、なんと、ピンク映画では、非常に難しいであろう、はい、アニメーションを大量にその場面を投入し、うん、そしてそこの部分を、担当し、かつ原作音楽とさまざまなマルチ的な関わりを見せた大場さんの、うん、はい、お仕事を表彰させていただきます、はい、そして今日はですね、大場さんのみならず応援の方にですね、はい、監督の後藤大輔さん、それから主演女優の和田美沙さんにも、駆けつけていただきまして、はい、それぞれコメントなど、いただいておりまして、さらに座談会にも、参加していただいておりますので、はい、そちらの様子をお送りさせていただきます。それではどうぞ。お前地獄行きだぜ。我は行中、お前の腹に住み着いた。地獄に落ちたくなければ罪を悔い改めよ。コミックじゃないよね、現実だよね。勘弁してよ。谷静香、重い罪だぞ、貴様の罪を。私がどんな悪いことしたのよ。教えない。エンマ様にどやされるもん。地獄行き、しかとの罪で目玉をえぐられ、いじめの罪で手足をもがれる。行中、やっぱり私は地獄行き。なんで谷氏なんか飲んじゃったな。表彰状ピンク映画ベスト102019技術賞大場ひとみ殿、あなたはメスと陰獣お尻でクラクラで音楽に加えてアニメーションパートを制作し、ピンク映画の表現を押し広げました。ここにその栄誉をたたえ表彰いたします。ピンク映画ベスト10実行委員桐通し2作、おめでとうございます。ありがとうございます。手の方も、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。これ撮影をみたいな。おめでとうございます。ありがとうございます。やったー。はい、今回賞を、いただきました、大場ひとみと申します。なんか今日何を話しているかわからないですが、ものすごく嬉しいです。とにかく、まあ本当初めてのことで、本当にね、最後の方頭おかしくなりながらやっておりましたけれども、まあ、いつもそうなんですけれども、今回本当心底、スタッフ、キャストの皆さんも、皆様のおかげで本当に、こういった賞をいただけたなと思っておりますので、関わってくださったね、かつらと皆さんありがとうございました。あと、見ていただいた方もね、本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとうございました。何しようっていうか分かんない。大場さん、おめでとうございます。
お尻で、なんだっけ、メスと陰獣、お尻でクラクラで、主人公を演じました和田美沙です。私にとってもこの作品は初めてピンク映画で主演をした作品で、後藤さんの5年ぶりの、ピンク映画でもありますし、すごく格別思い入れのある作品で、大場さんは本当に原作 と、アニメーションと、あと音楽とそして出演されてますし、あといろいろ他にもいろんなところでこんなに一つの作品でいろんなマルチに活躍されるってすごいなって私も思ったんですけど、大場さんがこの作品で技術賞を取られたっていうのは本当に嬉しいです。見てくださった皆さんもありがとうございました。これからも、いろんな面白い作品、ピンク映画出てくると思いますので楽しみにしてください。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは、監督の後藤大輔です。大場さんおめでとうございます。この映画はほとんど大場がやりたくて考えたやつに、新しいもんがなかなかできなかった当時の僕が飛びついて作ったもんなんですよ。谷市から始まっておかげさまで今では90センチの水槽を一つと30センチのハイキューブとキューブ水槽と45センチの水槽を持つようになりまして、昨日地震だったんで非常に怖かったです。まあとにかくこれからも、技術的にもまた知的にも私のパートナーであり続けてほしいと思います。昨日桜井拓也の夢を見たんですけど、僕はいますよ、ここにいますよ、どこでも行けますよって言って飛んでる夢を見たんで、多分今日のことがあったから無意識に見たんですね。そろそろ腹の虫に転生してるかもしれないですね。どうもありがとうございました。小葉さんおめでとうございます。はい、それでは改めましてですね、メスと陰獣お尻でクラクラ技術賞を、受賞されました大場ひとみさんと、あとは監督の後藤大輔監督、そして主演の和田美沙さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、自由におしゃべりいただいていいんですけれども、はい、これが始まる前にも今監督とすごい水槽談を談義でちょっと盛り上がったんですけど、ちょっと今回は映画についてちょっと深掘りさせていただければというところなんですけれども、まず、技術賞を受賞された大場さんをお伺いさせていただきたいんですけれども、はい、今回その原作、アニメーション、映像、あと出演もですね、であとはその昔もう10年以上前ですかね、ピンク大賞の方でも技術賞って音楽で受賞されてますよね、2回ぐらい。そうですね、はい、2回、はい、じゃないと率直な疑問なんですけど、大場さんって何屋さんなんですか。さっきも何屋さんなんですか。何をしたり人なの。そうなんですね、はい、ちょっとさっきもね、お話ちょっとしたんですけど、何屋さん、はい、まあ、正直、はい、普段もその映画と関わらずの部分でも、なんか今その経済的な部分含めてなんか3つぐらい仕事とか同時にしてて、一番ですね、であなた何者なのって聞かれるのが結構数年前まではウィークポイントというか、あそこ私何もないのかなとか思ってたんですけど、そうですね、なんかまあ自分がやりたいと思ったことを臆せず、はい、一つでも多くやるぞということを一生涯かけて、はい、探求する人みたいな、それです。それだけをやってますみたいな、かっこいいみたいな、かっこつけちゃったみたいな。その認識になるとちょっと落ち着くんだよね。そうそう、落ち着くんだよね。でも、まあ、映画に関しては、はい、そうですね、映画に関してもはですね、なんだろうね、もともと音楽やってた時から音楽をやるって意識はなくって、なんか映画を作るっていう、まあ、感覚でやっていて、
て、だから何をやってる時も参加できた時はなんかこの役だみたいな考え方っていうのがあんまりなくって、はい、とは言ってもやっぱできないじゃないですか。普通やっぱり音楽やってイラスト描いてまして原作も作ってっていうのは。で今回のこの映画は原作からっていうことなんですけれども、はい、最初のあの発想っていうか、こういうのやってみようっていうところをちょっと教えていただきたいんですけど最初の発想はですね、本当に趣味の世界なんですけど、今日本持ってくればよかったんですが、はいはい、このこいつ、これが、はい、あの腹の虫、腹の虫ってご存知でした？多分、私、桐通さんはご存知だった。いや、僕はこの映画を通して知りました。あ、本当ですか？だからツイートしてる人いたでしょ？これ元の絵がちゃんとあるんですよね。そうなんです。え、ハリキキガキっていう、はいはい、あの昔の医学、はい、本当にちゃんとした医学書なんですけど、それに、まあ、中国から来てるのかな、なんかその、それにこういう病気の時には体の中にこういう虫がいますよっていう、まあ、ものすごい本があるんですけど、それをちょっとあるきっかけで知って、もう、まあ、とにかくこいつに惚れ込んでしまって。そうなんです。あの、いっぱい素敵なのがいるんですけど、もう興味のある人はもうハリキキガキとか、ハリキキガキ、そう、あとは腹の虫で調べてもらうと、あの九州の博物館ではめっちゃ推してて、腹の虫体操とか YouTube とかで見れるんですけど、なんか再生数とか全然いってなくて、で私はなんかあの腹の虫を世の中にルフしたいなってすごい友達と話してて、あの今の残ってるやつでは肝の虫とかも、それもそこら辺から来てるんですよね。つまり病気とかなんとか全部体の中のそういう虫が引き起こすもんだっていう、それでなんかちょっと友達と腹の虫を世の中に出すためのなんか小説か、アニメか、なんか作りたいなみたいな話をして、なんとなくこう書いたプロットを、たまたま、あの後藤監督に、なんか、なんかや映画ね、ずっと撮ってらっしゃらなかったから、そう、だから、そう、例えばこんなんどうですかみたいに、なんとなく、もうなんか渡したんですよね。そしたら、あの折り返し連絡来て、なんでか、ね、これやりたいって、どうし、なんかモチベーションが湧いた。いや忘れちゃったんですよね、それがね。なんでだった、何が面白いって僕言った、言ってしまうと、そう、姿勢感もだけど、やっぱ自分の中にないものというか、やっぱデジタルになって、そうだ、そう、なんかあのせっかくやるんだから、そうです、なんかその普通にやるんじゃなくって、はいはい、デジタルだからこそとか、そういったなんか一発こうやる気っていうか、そうです、着火点になるようなものをこう示唆されてた時に、ちょうどそれが合致したっていう、整理すると、フィルムOP がフィルム撮りをやめちゃったんで、なんだかなっていう感じもしてって、その時にね、やるんだったらデジタルならできるという、今回の作品の一番最初にデジタルって出ますよね、後藤さんのデジタルの作品ですっていうクレジットで、そうなんですよ、最初になんか普通の平野のドラマでなんかデジタルで撮るっていうのがなんかね、ちょっとなんか引っかかりあったんじゃないですかね、当時ね。まあ、だからそのデジタルを撮る理由というか、そういうのが欲しかったのと。それとほら勉強できるし、はいはいはい、自分のプロダクションでやってその編集もね、はいはい、やれるし、はい、でこの方が多彩な大場さんがそのイラストをやってくれるっつうから、アニメ作りっていうのは元々されてたんですよ。いやでもアニメは正直その最初はなんか外に頼むかみたいな話だったんですよね、はいはい、だけどもうそのほんのちょっと出すだったらいいんですけど、はい、やっぱここまで出すってなると、はいはい、やっぱ予算的にもちょっとね、お金が、はい、もうでそもそもいくらぐらいで発注できるのかとか、そういうことすらわからないから、うんうんうん、はい、こう予算も立てられないしっていうところで、はい、
そうなんですよね。あの張り聞き書きを教えて私に教えてくれた方が、はい、あのデジタルの、はいはいはい、あの、まあ、作家さんだったんで、はい、その方とにお願いしてなんて思ってたんですけど、はい、普段請け負ってる金額とかなんとなく聞いたら、はい、やっぱピンク値段じゃないみたいな。そしたら兄ちゃん自分でやればいいじゃんって押し付けられたんですね。やればいいじゃんみたいな。あ、まあだいぶ試行錯誤したよね。まあ、和田さん今回すごい意外だったんですけどピンク映画初主演。そうですそうです、うん、めちゃめちゃ出てるような認識があったんですけど、そうですね、本数としては結構やってたんですけど、はい、そうです。だから私も、まあ、主演なんてやれることないだろうなと思ってたら、うん、後藤さんだから多分 OK が会社から出たんだと思うんですけど、まあまあまあ、まあ、タイミングが良かったんじゃないの、まあまあね、あったんですかこの企画に和田さん主演っていうのは。いや和田じゃないのって、あの中道とかねみんな喋ってても、うん、はいはい、中道誠司さん和田っぺじゃなきゃダメだろう、いないだ、そしたらもうやめようぜなんて言ってたら、つまり他の監督も和田っぺ主演でってなんか何人もいたらしくて、はいはい、タイミングっていうか僕が一番いいタイミングだったから、申し訳ないことしちゃったなって思ったんですけど。でもなかなかそのタニシを食える女優っていうのはいないですよね。そうなんかね、あの後藤さんが多分あの仲間の俳優の皆様、中道さんとか野村さんとか大木さんとかと話してて、っていう時に連絡をくださったんですよね。だからそう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 、みんなが多分推薦してくれたっていうのがまた心強いなと思って。後藤さんの映画特に今回やっぱり面白いと思ったのは、そのやっぱりこう例えばこうオタクなその OL がいて、それで暗くてこうはぶられててっていうことの中で、そこで何か例えばその屋上から飛び降りようとするとか、なんか手首を切ろうとするとかっていうことを普通考えすけど、そこでタニシを食べるっていうねところにつながるところっていうのは、やっぱりなんかこう和田さんがやるっていう面白さがあるし、あと家に帰ってきてなんかこう家族に白い目で見られるっていうね、そういう展開は普通考えられると思うんだけど、そう大場さん自身もね演じておられるね、その家族がまたね輪をかけてぶっ飛んでそうだったっていう、あの発想が面白いですね。原作大場の原作の小説形式のやつはもっとえぐいですよ。あ、そうなんですか。それあ、そういうのもあるんですね。全部小説か原型はあるんですよ。ただやっぱり僕は、まあ、予算とか時間のこともあるけど、そこまで全体に深くは描けないから、あの象徴的にちょっとピックアップしたり、まあ、すると僕のそのバランス、どの辺までそのシリアスをやるかとかあるから、やらせてもらって全部ありますよ原型で。その辺りをさ、あの撮影前に結構大場さんと話させてもらったのが、やっぱ結構その世界観みたいな、この静香っていう女性のなんかその根っこにあるものみたいなのをちょっと話させてもらえたのがすごい良かった、やりやすかったですね。ぜひまとめていただいて、結構ね、そう出版して小説版、ね、小説版ですね。いや すぐ書くみたいな話だったから俺原作タイトルにしたのに。あ、そうですね、もう全然興味なくなっちゃったんだよ。やります次から次へ移っていくからね。そう、そうだね、静香のキャラは半分3分の2ぐらい、まあ、自分だ、結構なんか結構自分のリアルで、だからすごいぶっ飛んでるんですけど映画とか、まあ、正直なんか もっと変なところがあるといえばあるんだけど、なんか家族とかは、だから私主観に入って書いてたから、なんかみんな悪いやつっていうか自分も敵みたいな風に書いていて、で後藤さんが仕上げてきたら、まあ、群像劇っていうか、そのそれぞれにこう理由があってみたいな描き方が最初正直受け入れられなかったって、こう私のストレスじゃないけど私の中のなんかこうね気持ち思いとか、あの世の中分かってくれないっ
中で生きていくところを消化させたくて、うん、自分に中に入って書いたのに、うん、後藤さんの本で見ると静かおかしいやつじゃないかみたいな、うん、でもすごいリアルで、いやいやそうじゃないよね、そうそうすごいおかしいやつ、や最後はそうなってないのかだよね、そうそうそう世界がそう最初は受け入れられなかったけど、なんか出来上がってみたら、ああそういうことかっていう、でやっぱこれが映画なんだなって、それがすごい勉強させてもらいましたよね。大熊賞 の審査をやってくれた金子さんっていう女性が、うん、言ってたんだけど、あの静香が、うん、そのこう中道さんのちょっとこう分かってくれる人、うん、寄り添ってくれる人が出てきた時に初めてすごく感情が伝わってくるのにすごくグッときたっていう、うん、声があって、うん、小説には中道さん的な立場が出てくる。あ、出てきますね。出てきます。まあ、結構あれはちょっと、まあ、作ってはいるんですけど、まあ、水槽を食べてはいないんですけど実際には水槽とか含めて現実になった小説ではね、中道くんの役もだいぶ変わってたような気がするんだけどな。違ったっけ？そうなんです。私そこに行くまでがもう延々とあるからね。そうそうそう、私のね、私生活になっちゃうからあんまこう話せないけど、でも前ちょっとねお勤めしていた場所にいらっしゃって、かなり、ま、社内でも変わり者の、ね、男性がいてで私も変わり者だから、いや分かる分かる。そうちょっと心を通うことによってなんかこう一歩。その線は俺も最初は生かしたかったんだけど、ね、やっぱちょっと無理だったね。OP の60分バージョンでは当然無理だし、7、80分でもちょっとね、撮れないから、その世界を描くための世界が撮れないから、ある程度さやっぱまとめていくっていうことを考えた時に、ちょっとやっぱりねあれっす、うん、ということでちょっとお話はつけないんですけど、ちょっとお時間の方が大変ということで、はい、まあ、最後にそうですね、大場さんに何か今後の目標というか、うん、そうですね、目標じゃないですか、小説の出版もそうなんですけど、そうですね、そうですね、なんか、まあ、今回これやりだして、はい、このデザインも、うん、なんかちょっともうちょっと大人っぽくしたらとかいろいろやる中で、いや最初の落書きみたいのがいいんだよとか言われて、結構試行錯誤しながらあえてこう平面っぽく作ったんだけど、いやもっと 3D とかもできる世界で今時これかって言われて、いやあえてこれを選んだっていうために CG を始めたら、なんかこうミイラ取りがミイラみたいになっちゃって、あ 3D 面白いなと思ってですね、まあちょっとなんかそういうのを絡めてまた作品とか撮りたいなと思います。 3D アニメが、うん、はい、見られるかもしれない。次は 3D だっていうパートツアーがすごいことになってきましたはい、ということで今回は技術賞の大場ひとみさんと、あとは後藤監督、そして和田美香さんにお越しいただきました。ありがとうござい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 ました。技術賞ありがとうございました。はい、改めまして安藤博清でございます。今回ですね、2019年度の、受賞式の様子をお送りさせていただいてるんですが、2020年度も今回ピンク映画ベスト10ということで募集の方ですねさせていただきまして、締め切りの方させていただいたんですが、はい、本当にたくさん、投票していただきまして、もう皆様の、感謝ということで、皆様の熱い気持ち、たくさん受け取らせていただきました。ありがとうございます。はい、これからもですね、ピンク映画の方ですね、こういったベスト10での、作品の受賞式ですとか、そういったもの、私はもう役者なので出演することによってですね、皆様にたくさん、ピンク映画の魅力、面白いところをお送りさせていただきたいと思いますので、はい、まずは本当に投票していただきましてありがとうございました。